こんにちは、デミコです。はい。えっ、ー、とね、じゃあね、えっ、ー、と今日はね、モザイク編み第3弾、ね、パターン3っていうことでね、早速やっていこうと思うんですけれどもね、はい。えっ、ー、とですね、まあとにかくね、あの、編み物紹介動画をね、やろうと思うとね、えっ、ー、とね、結構ね、時間がね、やっぱりね、長くなっちゃうんでね、 前回もね結構長かったよね。1時間20分なんて、まあ私がしゃべるから悪いんだけど、喋 <laughs> るから悪いんだけど、<laughs> フリータイムのせいだからっていうのもあるんだけれども、まあそれはね、やっぱりね、ちょっと、あのー、どうしてもちょっと自分の心情的にちょっと入れたいなと。うん、すいません、本当に。なので、ちょっとね、えー、っとね、構成をちょっと変えようと思いまして、はい。まずはね、もう編み方動画をビャーっとやって、最後までいっちゃいます。 でね、その間、この最初と最後のところの部分ね、ね、間、ずっともうだーっと同じようなの編んでる時に、まあ私ずっとフリータイムっつって喋ってるんだけども、それをね、一番後ろに持っていこうと思います。はい、そんな感じで、一番後ろのおまけ動画みたいな形でね、フリータイムを持っていこうと思いますんで、えー、今回からね、そんな風にしたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。 要はねだからねその私のねフリータイムの,、ね、あのおしゃべりをね聞かなくてもいいやっていう人はねもうとりあえずもう編み物動画だけダーッと最初見てもはい終わりっていう感じになるように <laughs> これでも一応気を使ってるんですよはいというわけでねじゃあね早速今回始めていきたいと思いますはいで今日やるのはですね今日やるのはねこちらこちらえ何これいきなり複雑じゃないって見えるでしょ これだから前回やったやつの、なんていうのかな、パターンの繰り返しなわけですよ、ずっと。ね。この前はこれの2段で終わったけど、それを2段で終わらせずに、ずっと続けていくっていう。でもね、よくよく考えるとね、結局はね、同じことの繰り返しをやってるだけなんですよ、ここね。だからね、そんなに難しくはない、でたで実は。実はそんなに難しくない。っていうのでね、早速こんな感じでね、だーっと一面にこの柄を入れていこうっていうのをちょっと今日やっていこうと思います。で、 最後の方はちゃんとここまでで終わりにするんで、うん。でこんな感じで一つの柄としてね、こう終わりにできるように、ね、この太さでちょっと柄をね、あ、これもう自由ですよ。あとここはね、ここは何度やろうとその、ご自由なんですが、最後はこうやって終わりにしていきますよっていう形でちょっとやっていこうと思います。はい。というわけで早速やりましょう。本日使う毛糸。はい。同じです。<laughs> 同じです。これ終わるまで使います。<laughs> 終わるまで使うんですが、 えと,とりあえずこれはほっかっといてねうんなぜかっていうとね前回やんだでしょほらね取り直しした部分があったじゃないですかあれで使った系統ねまたね今日はねもう始める前にほどきましたはいほどきましたなのでねこんな感じでもうもう,うほどいてありますはいなので今日はこれを使ってまた同じことをやるからさ 前回のところに戻ってもらって見てもらおうかなと思ったんだけど、それもなんか悪いじゃないと思って、だからもう最初からやるわ、また。うん、最初からやりますよ。はい。というわけで、これをやっていきましょう。いつもとは一緒。いつもと一緒ですけど、まあ今回ね、初めてね、このシリーズをね、見始めたって人のために全部一応全部説明します。で、ずっと見てくれてる人には、あの、またかって感じかもしれないんですけど、一応全部やります。はい。ね。というわけでね、モザイカ編みの基本は、えーと、 一番最初のこの段が細編み、それ以降,以降は全部筋編みと長編みとの構成になってるのがモザイク編みでございます。で、モザイク編みはこうやって一面にして、こう一枚で編むとき、はい、前回のやつね、前回のやつ出しますよ。うん、前回のやつ、はい、こんな感じね、前回これで編んだわけですけれども、こんな感じで一枚のペラーンというので編もうと思うと、すべてもう右から左、右から左に編んでいくしかないので、 えっと、こういう形で全部毛が、毛がっていうか毛糸がこうベバベバヤって出るわけなんだけれどもね、これをするので、えっ、ー、と、えっ、ー、と、基本的には右から左にずっと編んでいく、えっ、ー、と、編み地になりますよということでございます。はい、じゃあ早速始めていきましょう。ね、取るのはこの表がね、もう44目でなってるんで、今回も44目で、えー、取っていきます。はい。最初は鎖編みで 取ってきます鎖編みはいいつものようにはい私は手前ね親指こっち側と人差し指向こう向こう側にかけて針をあ今日もね6号あ逆だけどごめんね6号ですはい6号使ってきます向こうから引っ掛けてね抜くとでここから44目取ってきますはい12あこれねゆったりめ少しゆったりめに取りましょうちゅうことでねはい4 5678910ねゆったりとるのが苦手な人はこれを1つ大きめの針に書いてくださいはい1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1九2 0 1 1 2 2 2 3 1 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3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 十3 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 4 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 45, 45じゃないよ。<laughs> 45だって44ね。一応44で止めておきます。はい。これで44目拾えました。じゃあ次の段ね。次の段もこの糸のまんまね。この白い部分は白い部分はこの色の糸で青い部分はこっちのね。こっちのね。なんだっけピスタチオ。色。ピスターチオ色,、うん、色の方の糸を使っていきますよ。ということでとりあえずじゃあここ。 ベースのねあの編、ー、み目えっ、ー、となんだっけ鎖目鎖目を44個取ったところで次の段はそのまま続けて1段細編みをねここ1段目細編みを拾っていきますはいで細編み拾うので1段立ち上げて取る場所はここじゃなくて次のここねで取るのはその前の部分のここの半目と裏山を一緒に拾うので 下の部分をこう引っ掛けるっていうかなんていうのを残す感じで向こう側にくるんとして取っていけば OK です。ねここにこう入れてねここにこう入れてこうここにこうこれを取ってこうじゃあねこれで44目取っていこうと思いますよ。はい、というわけでまたこの細編みでちょっと話そうと思ったんですけど。 基本的にはおしゃべりはもうフリータイムの方ですることとして、ね、ここで話すのはちょっと編み物関連の話にしようかなーなんて思ってまーすと言いながら、何話すか、そうだな。えっ、ー、とですね、なんとうちの家人が、あの8月中ならネットで毛糸買っていいぞと急に言ってきまして、何を珍しいことを言ってるんだとちょっと驚いたんですけど、いつもね、だからあのこの毛、ね、糸もそうなんだけど、カチヤのサイトに行ったら、 結構なんかもうシリーズが終わっちゃってるっていうかそのもう続きはありませんみたいな系統がいっぱいあってちょっと驚いちゃってあらやだってだからまたちょっとあの新しいあらちょっと待って <laughs> ね新しいその系統も出てるんだけどいやーなかなかちょっと欲しいなーって思っていた系統が終わっちゃっててもうないのよねちょっと残念で8月中って言われてるんだけどあと何日って今日明日明後日ねいや今日は撮影日8月29日なんですけどいつちょっとねこれをアップするか分かんないんだけどいやーでもなんかちょっと 系統が減ってて減っててっていうかあのいろんなシリーズの系統が終わっちゃっててちょっと残念と思って欲しかったものももうなくなっちゃってあらどうしましょうねでもまあ買ってくれるって言うから <laughs> 珍しくなのでどうにかしてまあ別のねあのいつも買ってるサイトもあるんでそっちの方でね違うメーカーも含めていろいろ見てまたこっそり買おうかなと思ってるんですけどまあそしたらまたねここであの紹介とかする予定にしてますけどいやちょっとでもまあ冬に向けてねいくらか買ってでちょっとあの、えー、貯めておこうかなとねやっぱり欲しいと思ったものはその時に買っておかないとなくなっちゃうわよね本当に はい、はい、これで44名拾えたと思います、はいはい、これで44名拾ってきましたでさっきほど言ったようにえっ、ー、とモザイク編みはもう右から左へともうずっとこうやって編んでいくね編み方なのでここで終了で引き抜いてねあちょっと待ってそのまま引き抜いちゃったちょっと <laughs> 引,き抜引き抜いたじゃんね 一回引き抜いて終了だよね。うん、ちょっと何を忘れてんのって話、ね、はいちょっとちょっとトラブルトラブル。はい。はい、で最後は一回引き抜いて終了。なんか広がっちゃった。広がっちゃった。ちょっとこここここここを引っ張っとこうか。少しね。はいこんな感じではい。はい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 。ごまかした、はい。はい。じゃあこれでね。はい。 1>, 1段目の細編みが終了しましたはいじゃあね2段目ここ2段目のこの色の部分を入れていこうと思いますねで2段目の色の部分えーとねここはねバッテンないでしょこれバッテンバッテンバッテンってあるでしょこれバッテン何がって言ったらこれ全部長編みね長編みでこうやって落としていくね細編みした後に筋編みをバーッと編みそして長編みで落としていくっていうのこういうあのモザイク編みってこういうやつなんだけれどもとりあえず2段目はまだ その長編みがかかってね、やらなくていいとこなので、ここの段はね、筋編み、筋編みをしていきます。で、ここに白、色、白、色ってこういう風に色が変わってるでしょここの、これを見てね、一段一段こう色が変わってるわけなんですけどね、これを見てまず色を入れます。色の方のね、糸をね、端っこ。ここは、ここは一番端、一つ目。そして一番最後。ね、ここの部分はとにかく、 常に細編みにします。細編みで始めて、細編みで終わります。普通のね。うん。で、その間はずーっと筋編み。そして、ここは筋編みだの何だのね。長編みだのしながら柄を入れていくって感じになるんで、二段目はとにかくずーっと筋編みをしていきます。じゃあ、最初のね、ここ。ね。ここ色がついてるところは色の系統が入るってことなんだけども、この系統の、その色の系統をね、まず最初に入れちゃいます。最初、普通に細編みの頭に入れて、 で毛糸を普通に引き抜いて鎖編みを1つしてまあ立ち上げる状態でね,ねで止めてでそしたらこう同じところに細編みを1つ入れます。はいでこの段、ね、この2段目の段はバッテンがないのでバッテンは長編みですよバッテンがないのでとりあえず最初はずっと数字編みをしていきます。段段目2段目は そんな感じまず1段目は細編みをして2段目は筋編みをずっとしていきます。はいじゃあこれねね編みしていきます、ね、そういうわけで毛糸ねまたたんまり買おうかなと思ってるのはいいんだけれどもでもなんかその私の編み物のペースとその毛糸を買うペースが合ってないっていうか。 やっっぱり系統ばっかりばかどどんんでもまあ買ってくれるって言うからねそういう時はやっぱり買ってもらっといた方がいいから,だから今から何の系統を買おうかちょっとお悩み中うんって言ってもあと2日ぐらいしかないんだけど <laughs> まあでもとにかく系統を買ったらまたここでねドーンと紹介したいと思いますまあどれぐらいの系統を買えるかは分かりませんがちょっといろいろ考えて今回はあのまたねこのアクリルの糸とかもいっぱい買っておこうかなーなんてね思ってるんですけどうんね、うん、何でも使えるし。 ちょっとねだからバスマットとかねそういうのも見たいのよね実は今使ってるのがちょっとボボボボボボくなってきたんでそうなるとねアクリルって乾き早いじゃないだからちょっとねアクリルで編もうかなーなんてね思ってるんですけどねコットンとかじゃなかなか乾かないからねはいというわけでじゃあずっとこうやってねはいすじ編みで端っこまで来ましたはいで最後ここねここは普通に細編みなので頭に入れて細編みをしてで1本 そして、通して違う引き抜いて締めます。はい、これで2段目の筋編みが入りました。はい、次の段から本格的にモザイク編みの長編みを入れていくことになります。で、3段目これを見ていただくと分かるんですが、バッテン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 ってありますね。バッテン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 ってありますよ。はい、というわけでちょっとバッテン1個抜けてるじゃん。ここ1個抜けてるな。ここちょっと書いてないけど、ここもバッテンね。でなのでちょっとどうやってやっていくか？まずは。 系統先に入れてい,きたい,と思いますその後、えー、とえっと絵の方をねちょっと見ていきましょう、ね、頭にこう入れて普通に最初の一目の細編みを編みますはいはいじゃあどうなってるかどうなってるか3段目 はい、白いの入れてきました最初の一目を今編みましたはいで次ここバッテンです抜けてるけどバッテンですねちょっと待って今書いとくか書いとこうはい、ね、抜けてるけどここバッテンねはい、はい、バッテンしといてでいきなりだから最初から長編みで下に下ろします長編みで下に下ろすの意味はとりあえず1つ編んでみますね ここで筋編みで下から、筋編みしたのでここに残ってるでしょ横の線が。これ。ね。これ。横の線が残ってると思うんですけど。ここを拾ってきます。と、一回引っ掛けて、で、ここをすくって、下からすくって、下からすくって、長編みをします。ね。もう一回。ね。一目目を、ここね。一目目を、 細編みで編みました2目目を長編みで下ろしていきますなのでこの2目目のここ筋編みをして残っているこの筋の部分ここを拾います拾うのは1回引っ掛けて下から針を入れます下から針を入れて長編みを普通にしますはいこんな感じですねはいで次1,2,3ここツ書いてないですね、もうね すでにここは、この白い糸で編むってこと、決定なので、決定っていうか、こう、色が入ってるけど、モザイク編みは、段の、段、一段編んでる中での毛糸のチェンジっていうのは基本的にありません。基本的になく。もうこの段はずっと白い糸で編んできます。でもなんで色入ってんのって言ったら、この色は、次の段、四段目ね、今編んでる三段目の上の段の糸が降りてきているっていうことになるんで、これね。なので、この段は、 とにかくあのこの段っていうかそ,その3段目だったら3段目を編む時にはもうずっとこの毛糸でしか編まないので糸を途中で変えることないのであとはこのバッテンがついてるかついてないかつまり長編みをするかすじ編みをするかそれだけの問題なのでここの段今このデザインではまず最初に1つ長編みを下ろしますでその後一123と3つすじ編みをして その後9つ長編みをしますでその後3つ筋編みをしてまた9つ長編みでこうかぶせていく感じになるのでだからね2段目の糸にかぶせていく感じになりますじゃあとりあえず3段目を編んでいってみましょうはいで今ここ2目目を長編みでしたので3目目にすじ編みを入れていきますすじ編み3つです123と入れた後ね ここの1 2 3 4 5五目目に細編みを入れたので6目目から長編みを入れていきます。9つ入れます引っ掛けてここのすじ編みの線を下から拾って長編み下の方からすじ編みの筋を拾って 長編み、はい、じゃ、これで九つやっていきます。四。五。六。七。八。九。はい、九個目まで編みました。ね、九個目まで編んだので。 隣のえーっとここ次ねここ三つスジ編みなので隣の目からスジ編みを普通に三つ入れます。そしたら次また隣の目から長編みを九つ入れていきます。もうね前回のね動画を見られた方はねもう途中まで一緒なのであのー。 六段目まで。違うな、五段目までか。五段目までは前回のと一緒です。はい。六。七。八。九。ね。一二三四五六七八九。編めたので、隣の目から。筋編みを見て。三。 でまた3つ編んだら隣の目から長編みで9つ拾っていきますそうだから5段目までは前回の前回っていうのはあのパターン2ね、うん、パターン2のとね途中まで5段目まで同じなのであのー、もういいよっていう人は。 えーと6段目まで進んじゃってくださいはい <laughs> 全く同じなんでやってることね6789はいで次また隣から3つ筋編みをしますはいで最後 次、また長編みを続きで入れていくんだけど、2つでおしまい。ね。で、ここの最後の部分は細編みです。普通に細編みをするので、そのまま長編みを続けずに細編みで終了しますね。こう入れて、こう入れて、で、少しキュッと締めて、ねシュッ、キュッと締めておいた方がいいです。こっちがちょっと広がりやすいんで、少し若干きつめに締めて、引き抜いて終了。で 目を見てみるとこういう感じでねこういう感じで緑の目が3つずつね3つ筋編み9つ長編みっていう感じでこういう感じで3つずつ残ってますね等間隔でもちろんねはいこういう形になりますじゃあ次の段緑入れていきます最初に糸入れちゃいます最初の頭に普通に入れてまずは 毛糸ね。糸を細編みで入れていきます。引き抜いて止めてで、同じところから同じ目にね。細編みで留めます。はい、じゃあ4段目見ていきます。4段目。ここはもうずっと緑を入れていくわけでで見てみると、ここが今編んだ。ところで、次筋編みで長編み1。下ろして。 すじ編みを1つして長編みで1を下ろしてその後また9つずっと今度はすじ編みをしていきますすじ編みですここはすじ編みをしていきますでそしたら長編みでまた1つ下ろしてすじ編みを1つして長編みを1つ下ろしてでまた今度すじ編みを9つしていくこんな感じになりますじゃあとりあえずやってみましょうねとりあえず最初はすじ編みですはいすじ編み 筋編みをして、で、一つ長編みで拾って、で、ここはまた真ん中筋編みをして、で、ここで長編み。で、ここから筋編みをずっとしていくんですが、じゃあちょっとね、先に見てみようかって話でね、どうなってんのかね。はい、こうなっております。はい、見てわかると思うんですが、 この3つ色で残ってたとこ緑でののの残ってたところのこの両脇ねここのこことここの目から長編みを拾ってるそれ以外の目は全部筋編みっていうわけですはいそういう段でございますはい、なのでこの緑のね残ってる3つ3目残ってるとこの両脇を長編みで拾う以外はずーっとスジ編みをこの段はしていくっていうことになりますはい、じゃあ筋編みをね、ちょっと、 つづで続けていきますね。ね、ちょうどだからこの長編みのところを全部すじ編みにしたら。ここにつく、ね、たどり着くので。まずここで長編みを一つ。下ろします。で、真ん中は。すじ編みをして、そしてまたここ。ね、ここは。長編みで。 下ろしますなのでこういう四角の形をこう作っていくっていう感じになりますねはいじゃあ同じことをずっとこの最後までねこの段の最後までやっていこうと思いますおっと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 変なことなってなはいここまで来たので長編みで両脇を います。でここからはまたずっと筋編みを。ここのとしていきます。はい。で、そしたらまた。長編みで。拾って真ん中を筋編み。で、長編みで拾って。で、最後。二目筋編みをします。ね。長編みだったところの上ね。さっきね。 ここを筋編みして最後の目に来るので最後の目に来たら細編みです細編みを1つしてでちょっとキュッと止めてで引き抜いて終了ねこういう感じ、はい、こういう感じで入ってきましたさっきね下の段で入れたところここに長編みを下ろすことによって四角が出てきました。はい、次5段目 とりあえず毛糸を入れます、ね、最初の1目目は全部一緒だからね引いい、てて止めてで、で細編み1つですはい、じゃあ見ていきましょう5段目5段目はここを今編んだところね細編みで止めたところで2つ筋編みをして1つ長編みをして下ろしますで3つ細編みをして5つ長編みをすると。 で3つ筋編みをして1つ長編みをしてまた3つ筋編みをして5つ長編みをするっていう形でもう繰り返しねこれの繰り返しこの繰り返しをやっていきますであここ筋書くの忘れてるけど前回と同じなので1つの柄は12目12目でできるようになってますこれ書いてないけどちょっと書いとこうかねどっから切ろうかこっからにしようかねこっから ここまでねここは12目でございますはいはいじゃあこれで5段目を入れていきますまずは2つ筋編みあそうだまた言うの忘れしたね言うの忘れしたけど基本的には処理をしない方がいいです処理をしながら進め,進め,進めると これ全部入れていくと、どん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 広がっちゃうんで、これは処理、この中に処理をしながら、糸処理をしながら進めるのはおすすめしません。よっぽどうまく調整できて、その強さとかでね、キュッと締めたりなんだりで調整できるんであればいいんですけど、まあ、ちょっと難しいです、それをやるには。なので、基本的にこの端っこの糸は糸処理しない方がいいです。はい。綺麗に編み地を、あのー、出そうと思ったら、 ね、編もうと思ったらあの糸処理しながら進めるのは、えっと、編み進めるのはおすすめしません。うんはい、というわけでございます。はい、でここまでねここまでしか2つすじ編みをしたのでこの間ここに1つ長編みを下ろします。ですじ編みをすじ編みを3つそして。 長編みを5つおろします。んうん、で、すじ編みを3つ入れます。 そうするとこの四角に戻ってきたんで、ちょっと見てみましょう。どうなってるのかね。はい、やってることはまず筋編みを入れてこのね。さっき四角だった。このところの真ん中に長編みを入れて3つね。ここです。ここ入れてます。で3つ筋編みをして、ここに12、3、45と長編みを入れてる。このね。ここですね。9個入れたところの。 中心さらに中心部分寄って5つこういう感じでねここが山のようになってくんで9個の次5個真ん中部分にねこう入れる感じになるだから3つ筋編みをして5つ長編みそして3つ筋編みをしたところでまたこの中心ねこの四角の中心に戻ってくるのでここで長編みを下ろしていくその繰り返しです四角の真ん中に長編みを入れてで つ編みでそっからこの9つさっき編んだところのさらに内側5つね中心にしてこうね5つその部分を長編みで拾ってきます。3 4 でまた3つ編みます筋編みを3つそうするとまた四角のとこにくるので四角のど真ん中に長編みで下ろしますでここからまた1 2 3と筋編みで編んででその後は5つ長編みを入れてきます で3つ長じゃない筋編みで真ん中にまた長編みを下ろしてそして筋編みを123としたら最後のとこに来るので最後のとこは必ず細編みをしますで引き抜いて終了はいこれで5段目までできました 次じゃあとりあえず緑を入れていきます。これで止めて引き抜いて止めて細編みをしておきます。はい。でどうなってるか6段目はい、ここでございます。今ここ1つ編みました。でここはどうするかっていうととりあえずは1、2、3、4、5。おっと待っ、ま、たちょっと待ってねごめんね。前回とね6段目まで一緒です。はい。柄的に見ると5段目まで一緒なんだけれども どうあの作業的には6段目まで一緒ですね。はい。すいません。すみません。はい。えっ、ー、と、6段目まで一緒でございます。はい。えー、まあいいかね。見てない人もいるかもしれないからね。じゃあ、新たにちゃんと説明しますよ。はい。じゃあ6、6段目六段目は今、ここ1目編んできました。次。1、2、3、4、5と筋編みをして、1つ長編みをして下ろす。で、また、1、2、3、4、5と筋編みをして、 で、1つ長編みを下ろす・ 1, 2・3・4・5と筋編みをして1つ長編みで下ろすもうこれの繰り返しですね6段目はねそんなに難しいことないですねはいなのでここから筋編みで1・2・3・4・5編んで長編みで下ろすでまた1・2・3・4・5 二。三。四。五で、長編みで。下ろす。一。二。三。四。五。長編みで。下ろす。はい、じゃ、ちょっと何をやってるのか見てみましょう。はい。ね。こうなってます。 要はこの緑の柄の両脇こことここ、ね、こことここに長編みを下ろすっていう作業をするのがこの6段目でございます。はいそういうわけでございます。ねこことここ、ね、緑の両脇ここを長編みで拾っていくっていう感じになります。じゃあそれを、えー、とこの段のね最後までちょっとやっていこうと思います。1 2 3 4 おろす12345でおろす12345音でおろす、ね、長編みでおろす12345 で長編みで下ろすそしたら最後に来るので一番最後ね一番最後は細編みで終了ちょっと引き締めてで引き抜いて終了ねはいはいここ6段目までねできましたはいこんな感じです次7段目 はいとりあえず毛毛毛毛糸糸、糸、糸、入入れれまます。すははい、い、よ。このようにしていつものようにもちろん留めます細編みで留めますじゃあ見ていきましょう7段目、今1目編みました次いきなり長編みで下ろしますそして3つすじ編み1つ長編み3つすじ編み1つ長編み 三つ筋編み、一つ長編み、はい、これの繰り返しです。はい。まずは一つ。長編みで。下ろしたら。三つ筋編み。そして。長編み。また。三つ。 筋編みをしたら。一つ。長編み。で、そしてまた。三つ筋編みを。して。一つ。長編み。三つ。筋編みをして。一つ。 長編みそれ何やってんでしょうねってちょっと見,見てみましょうはいこういう感じですつまりねこれを見ていくとここの緑に囲まれたこの内側この端っこの部分両脇とこのお山のね中心こここの3箇所ね一つの模様の中の3箇所に長編みを下ろしていくっていう形です それ以外は筋編み。ね、三つ置きにやるとそういう感じになってくる。このお山の中心のところ、ここに一つ長編みを下ろして、で、あとは緑で囲われた、ここの両脇。この両脇で長編みを下ろす。一つのパターンね、柄のパターンの中に三箇所長編みを落としていくっていう感じになります。はい。じゃあ、それでやっていきましょう。1、2、 3と細編編みみをしたら次長編みで真ん123と編んだら細編みを筋編みを編んだらこの両脇ねここにまず長編みを1つそしてすじ編みを123と入れたらここに長編みでまた123すじ編みをしたら真ん中に長編み123とすじ編みをして今度はこのまずは内側ねこの囲われた内側の白の両脇に長編みを入れてきます。 で、最後一目筋編みをして最後の目に来るので、ここは細編みで。ちょっと締めて終了します。はい、じゃ、これで切ります。オプス危ない、ね、危ない生地を切るとこだった。はい。編み地を切るとこだった。はい。これで7段目まで終了しました。はい、次8段目。 八段目ね。八段目入れていきます。はい。じゃあ端っこは必ず細編みをして。はい。八段目はどうなってるかな。はい。八段目今入れたのがここでございます。で次、筋編みをして。 長編みを一つして、すじ編みを一つして、長編みを一つして、その後すじ編みを三つ。そして長編みを一つして、すじ編みを一つして、長編みを一つして、すじ編みを三つ。パターンは一緒です。ね。長編み、すじ編み、長編みとしたら、次の三つは。すじ編み、そしてまた長編み、すじ編み、長編みとしたら、次の三つは。 す、はい、じゃあちょっとこれで見ていきましょうまず最初はすじ編みねすじ編みを入れたら長編みを入れるそしてまたすじ編みを入れてまた長編みを入れるここで長編みすじ編み長編みって一つずつ入ったのでその次は 筋編みを三つ。で、ここでまた。長編みを一つ。筋編みを一つ。長編みを一つ。そして。筋編みを一。二。三と入れていきます。はい。どうなってるかな。はい。ここの。 こう見てもらうとこうガクガクガクってこうね下に下がってる谷の部分で見てもらうと何をしてるかって言ったらねこっち見てもらうと分かるけどこの端っこここ、ね、この端っこにまず長編みを下ろすっていうのが分かると思いますねこうやってねで次ねここ見てもらうとこの3つ 3つ柄が残ってるとこの両脇も拾ってますねここと同じことしてます実は、ね、ここはここと同じことをするなのでこことここも一緒に拾う、ね、こことここを拾って緑の端っこここもここも拾ってでこの緑の3つの脇っちょも拾ってそしてこの緑の端っこここここも拾うそれをやっていくと 3つ筋編みをしたら1つ長編みを入れて1つ筋編みを入れてまた1つ長編みね長編み筋編み長編みと入れてそしたら筋編みを3つそしてまた長編み筋編みと 筋編み長編みと入ってでまた3つ筋編みこれの繰り返しですはい、そうするとこういう柄が入ってきますじゃあこれをね端までやっていこうと思います長編みを入れて筋編みを1つ入れて長編みを入れたら筋編みが3つ でまた長編みを入れて筋編みを入れて長編みを入れたら筋編みが3つ長編み筋編み長編みで最後は筋編みが 二つ入ったら。一番最後なので、一番最後は。細編み、はい、細編みで引き抜いて終了。はい、長く出しすぎた、はい。はい、こういう感じになってきます。はい。これで。八段目が。入りました。はい。ここの。柄の次の。 からがここに入ってきてるっていう形になりますね。二段目の筋がね、入ってきてるっていう感じです。はい。じゃあ。あ九段目。九段目を続けていこうと思います。九段目は白い方。白、白とか言ってんけどね、まあ。まあまあ便宜的に白って言いますわ。はい。で、ここ引き抜いて、同じように、あ、止めて。はい。で、そしたら。 細編みみをしててみしててで見まょう次9段目。ね。9段目です。9段目、ここの段ね。9段目、今止めたところ。そしてやるのは、筋編みが1つ、長編みが1つ、筋編みが3つ、長編みが1つ、筋編みが3つ、長編みが1つ。ここもね、あの3つと1つですね。うん。どっかでさっきやったよね、ここもう1つ下んとこか。ね。同じですわ。 まあ入れるとこは違うけど、やってることは同じ。要は、一つ長編みを下ろしたら、三つ細編み、一つ長編みを下ろして、三つ細編み、一つ長編みを下ろして、三つ細編み。これをずーっと繰り返していけばいいということでございます。はい、九段目。はい、じゃあいきます。ここで、筋編みを二つ。最初のところは二つなんでね。ね、ここ最初は、ここは最初に細編みをしたところなんで、二つ筋編みをして、で、長編みを、 一つ、えー、筋編み三つを繰り返していこうと思います。はい、長編みを、ね、さっきとやった、さっきとやったのと同じことね。四角の、この小さい四角のど真ん中に、長編みを。入れて、で、三つ、一。二。三。そして、ここに長編みを。下ろします。ね、長編みを下ろす。階段状みたいになると、この端っこ、ね。 ここに下ろしていきます。そして123とすじ編みをしたらまた、ね、ここで長編みを下ろします。これはこの谷になってるところの白い部分の逆サイドねこの端っこを取ってるっていうことになります。はい、でまた3つ筋編み。そうすると、 で、また四角の真ん中に来るので、ここを一つ長編みで拾います。で、一、二、三と編んで、また。ここで下ろします。ね、こういう感じ。この白い部分の、この端っこで拾うのと、ど真ん中。こういう感じになります。はい。一。 三、おっと終わりました。三で下ろす。一、二、三でまた下ろす。長編みで一、二、三でまた下ろす。一、二、三で下ろす。一、二、三で長編みで最後は一、二。 三と編んだら。最後の目なので、細編みを。します。ちょっと締めて。で終了。はい、こんな感じになってまいりました。はい。十段目。はい、じゃあ次、次十段目。十段目を。入れていこうと思います。で十段目だから色の方だね。はい。 こっちを入れてきます、はい、でえっ、ー、とねさっきね私ね嘘ついたごめんなさい6段目まで一緒なんじゃなくて一緒なのはで10段目そうそう一緒なのはここまでで10段目からあの前回のパターン2とねちょっと違う形になってくるんだけど結局ここってずっと同じ柄が繰り返してるでしょなので基本的には言ったら例えば今から10段目入るけど。 10段目から数えるとして10段11段12段13段ねこれで一つのパターンで14段目からまた同じく14151617って4段の編み方をずっと繰り返しているねなのでうん本当本当にもう4種類の編み方しかとりあえずしばらくはないんでこの25段目までかなまあまあまあこんぐらいまではねこのこの,このあれでいけばねこのあれでいけば。 とりあえず基本的にずっと続けていく分にはもう見たらわかる通りもう4段の同じことの繰り返し4段ずつの繰り返しになるんでじゃあまずね10段目10段目とりあえず糸を入れるね糸を入れてはいでどうしていくかっていうと10段目は今ここ入れたんで1つね12345と筋編みをして1つ長編みで下ろす12345と えーと細編みをしてまた長編みを一つ下ろすその繰り返しはいこれさっきやったでしょうんさっきやったよねどっかでねうんどっかでやったような気がするよ。ねなのでここで12345そしたらここで。 一つ長編みをします。で、また一、二、三、四、五と入れたら、長編みをおと、長編みを下ろす。で、一、二、三。 5と編んだら長編みを下ろすねはいじゃあ何やってんのかなっつって,言ってさっきと同じだよね結局ねだからね,ねこんな感じでこの今度2段目のこの緑のところのこのね端っこ要はここだよねここここここの部分の両脇両脇を取っていくこの部分の両脇を取っていくそんな感じで進んでいきます。はいね、5 筋編みをしたら、一つ長編み。ね。それの繰り返しです。はい、じゃあ、やっていきます。一。二三四。五。で、長編み。一。二三四。五。で。長編み。一。二。三。四。五。で。長編み。一。二。三。四。五。で。長編み。 長編みで拾ったら次が最後の目になるので、最後の目は？細編みで終了ね。引き抜いて終了。はい、こうなります。はい、次11段目。はい、糸を取って。 細編みを最初に入れてはい11段目を何してるかっいうと先1つ下ろして3つすじ編み1つ下ろして3つ筋編み1つ長編み下ろして3つ筋編みこの繰り返しです、はい、じゃあとりあえず最初ねここもう入れたので次いきなり下ろします次は長編みを1つ下ろしてで3つ筋編み 1>, で1つ長編みを下ろしてまた3つ筋編みをして長編みを1つでまた3つ長編みじゃなくて筋編みをしてで長編みを1つ。 3つ筋編みをして長編みを1つねはいこんな感じ今度はこの白いののねこの両脇を落として山のど真ん中、はい、に下ろしていくこのど真ん中ここのど真ん中と白いやつの両脇ねここに下ろしていきます。 じゃこれをねまた端っこまで進めていきます。一、二、三で下ろす。長編みをしで後一、二、三で長編み。一、二、三で長編み。一、二、三で長編み。一、二、三で長編み 1, 2, で,みで最後まできたので,で最後一つあるんでここは一つ。 筋編みを編んででここが一番最後細編みで引き出して引き抜いて終了はいはいねここでこの前回のパターン2はここを出さずに一つね一つじゃない5つ全部かぶせてたところをかぶさずに3つまた残す、ね、これでここの部分がね こ,この部分が一二三段目三段目の模様のここの一番下の部分ねここの部分になっていくっちゅうねなのでもう繰り返していくだけですはい十二番目はい十二段目を入れていきますはい一ね一つ目入れてね 細編みをを入入れれてて段目見きます今たのがここですここ1つ筋編みをして1つ下ろして長編みで下ろして1つ筋編みをして1つ長編みで下ろして3つ筋編みをしてまた1つ下ろして1つ筋編み1つ下ろしてすじ編みが3つね1つ下ろして1つ筋編み1つ下ろして3つ筋編みこれのセットを繰り返します。まずはは最初つ 筋編みをしてで長編みで1つ筋編みを1つ長編みを1つねこれで四角の部分ができましたねここと同じ形でねここはできましたそしたら筋編みを1 2 3と入れて で、こことここに長編みをまた1つ筋編み1つ長編み1つねこれで今度山側のこっち側ができた。でまた123で長編みが1つ筋編み1つ。 長編み一つ、はい。でまたこの四角の部分ができたね。この繰り返しです。はい。じゃあこれを端までやっていきます。二、三、編んだら下ろして、つじ編みを一つ。でまた下ろして、でつじ編みを三つ。で長編み一つ、つじ編み一つ、長編み一つ。でつじ編み三つ、長編み一つ、つじ編み一つ、長編み一つ。 筋編み3つ長編み1つ筋編み1つ長編み1つで筋編みが最後なので2つで最後は細編みを入れて終了はい引き抜いて終了はいはいこれでこう入りました次 次十三段目。ね、十、十一、十二、十三でね、はい、十三段目。十三段目を。入れていこうと思います。ちょっと待ってね、入って、はい、入った。はい。十三段目。はい、細編みで入れました。ね、一目目を。 細編みで入れたらまず1つここ真ん中の部分だねここのね1つ長編みで下ろしたらまた3つ筋編みをして1つ長編みをして3つ筋編みをして1つ長編みをして3つ筋編みをして1つ長編みをするねその繰り返しです。とりあえず最初は2つ筋編みを入れてで この真ん中に長編みを1つ下ろしたら3つ筋編み3つ筋編みをしてでここここに1つ下ろしたら3つ123と筋編みをしてまた1つ。 長編みを。下ろして、で、また、三つ筋編み。で、また、真ん中に来るから、一つ、長編みを。下ろします。はい。ね、こんな感じで。ここの、ね、ここ。四角くなってる、ちっちゃい部分の、この。真ん中に、下ろすのと、あとは。 こう、こっちで見ようか進むからね先にねカックンカックンって上がってきててここお山の中心になってるとこねお山の中心ね、ここの中心を取るんじゃなくてこう上がってきてる白のここのこの部分この部分をこうやって長編みを下ろします。ね、3つずつ。ず 3つ細編みをして細編み筋編みをして長編み3つ筋編みをして長編み3つ筋編みをして長編み,編み,長編みねずーっとこの繰り返しこの段はなりますじゃあこの段の終わりまで編んでいこうと思います一、二、三で長編み123で長編み123で長編み123で長編み 1, 2, で123で7み1 2 3で7みでここが12と筋編みをしたら最後の <laughs> うんとあごめんなさい3つだった3つ筋編みをしたら最後の目になるのでここは細編みで引き抜いて終了はい。 こんな感じでね、はい。ずっと同じことを、4段分、ね、今、1、2、3、4、ここから同じこと、ね、10段目からやってきたことを、ずっとこの先同じことを繰り返していく感じになります。はい。なので、えーと、これはもう本当に同じよう、同じようにずっと編んでいくだけなので、もう繰り返し繰り返し、ね、繰り返して、もうこの編み図の通りに、4段を繰り返していく。 4段の、えー、編み方をずっと繰り返していくねそれだけでございます、はい、じゃあねこれでまあ好きなだけあの編,め編みたいだけね、まあ、要はねその模様にやって編めばいいしまあ前回のパターン2のように2段だけで終わらせるんだったらもちろんそれでいいんだけれどもそのこの最後の部分ねこの部分次はその部分までちょっと適当に編んでってその部分をお見せしたいと思いますとりあえず私はね 何段目まで行けばいいの? 24。二十四。二十四。二十五か?。二十五まで普通にいけばいいってことですね。はい。二十五段まで。普通にこの同じやつの繰り返しをずっと。編んでいこうと思います。はい。さあ。何喋ろうかな今日は。 はい。というわけで、じゃか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 編んできまして、こちらのですね、26段目まで編んでまいりました。はい。26段目まで作業としては同じことを繰り返してます。次の27段目からちょっと違うことをするんで、で、最後終わりにしていきたいと思います。じゃあ、これで入れていきます。27段目。はい。27段目。白です。はい。白。で、こうやって、あの、同じようにずっと繰り返してきて、25。えーっと5 26段目がここなんですけどねここ26段目がここ12345ね5えっ、ー、と何だっけえっ、ー、とすじ編みをして1つ、ね、1つここで下ろして1つ下ろしてで5個すじ編みをして1つ長編みをして5個編んですじ編み編んで1つ 長編みを下ろしてねこんな感じで26段目をやってきたんですけど27段目はこうなってますはい今1つ編みましたここで5つ長編みで下ろしますで3つ筋編みで1つ真ん中で下ろしてねここのねお山のてっぺんのところから下ろしてで3つまた筋編みをした後に5つ長編みで3つ筋編みをして1つ下ろして3つ筋編みをして5つ長編みこれを繰り返しますはい じゃあとりあえずここでは5つ長編みを入れていきますはい5個5個入れましたでここで。 123と筋編みを入れてで1つ下ろします。でまた123と入れたっ、えー、とにつうん5つ長編みを入れます。 はいね、こうですねこんな感じでこういう感じで、ね、ここと一緒ですここと逆のことをやってる、うんね、こことひっくり返るようなことをこっちでやってるわけなんだけど、ね、5つでかぶせて3つ筋編み1つ下ろして3つ筋編み5つ長編みをしてまた3つ筋編みをしてで1つ ねこの山のてっぺんから一つ長編みを下ろすじゃあこれをね繰り返して端っこまでやっていこうと思います1二、三と編んでで1三、四、五、ね、で1二、三と辻編みを編んで一つあちっちまでズルズルはい五、で1二、三と編んだらてっぺんで一つ長編みで一、二、三と編んだら123と編んだら はいで最後一つ筋編みを入れて最後の目に細編みをっとっと巻き込んでしまいましたはいはいこれで27段目が入りましたで 28段目目を入れていきます28段目28段目って言ってっけどまあねあのやめようと思った時にねこれをねこうみんな何つうのどっからこの柄を入れていくかっていうのはねこの何つうの編み図があればわかると思うんですけど、はい、やめようと思った時にこう,こうねこの編み方を入れていけば よろしいといととうことでこでの終わり方をするにはね、うんはい、じゃあねこうや、ねえー、ってね28番は28番じゃない28段目はあれちょっと針28段目は最後の色の糸になりますねだから最後のピスタチオ色の糸になるんですけどここで今細編みをしたんでちょっと見えてないじゃんね、はい、ここ細編みをしたんでこの細編みをしたところから 1234567ね7つ7つ筋編みを入れますで1つ長編みで下ろして1つ筋編みをして1つ長編みをしてでまた今度はここ9ね1234567899筋編みね1長編みして1つ筋編み1長編みして9筋編みそれの繰り返しです最初はここはね最初だから7つだけだけどね 基本はここはこつ入るところだからね。じゃあとりあえず筋編みを1234567でここで長編みを下ろすで一つ筋編みをして長編みを 下ろす。でまた今度はここから筋編みを9つ2ちょっと手はい23456789ね九。9はい。 どうなってるかっていうとこの上がってきた山になってきてるところのこの頂上ですよね頂上ここの部分2箇所をこうやって下ろすだけ、ね、筋編みえっ、ー、と長編みで、ね、ここ頂上の部分2箇所ここだけを下ろすそれ以外は全部筋編みという段になってますじゃあここまで編んできたんでこれね長編み2つ。 ね、長編みを1つごめんね1つで筋編みを1つでもう1つ長編みそしたらあとはまた隣の山頂までずっと筋編みじゃあねこれで端っこまでいきます456789、ね、ここで長編みを下ろして筋編みを1つで長編みを編んででまた1234567578 で、次が最後の目なのでここは細編みでで、終了はいじゃあこれね色の段は終了ですよはい次最後の段ね最後のこの段29目違う29段目この段を最後入れていこうと思いますはい はい、じゃあどうしていくかっていうと29段目ね今1つ編みました1234567長編みをして筋編みを3つでここ9長編みして3つ筋編みねこれの繰り返しです最初7なのはここ最初だからね基本的には9つここ入れるところだからねここ端っこだから切れてるだけなんで7長編み3筋編み9長編み3筋編み 9長編み3筋編みはいいきますえー、っと違ういきなりだから長編みね長編みで12345 6 7で筋編みが3つで、次からは長編みが9つ。じゃあねこれを、えー、と最後まで端っこまで繰り返していこうと思います。 ちでみにさでい長編みがあいやごろくななあでちきゅが一、二、三で一長編みがあいちに五ほら、ごろくない <laughs> ああちきなあ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 な七な八 で、最後の目が細編み。はい。はい。というわけで、一応、ね、ここの、今日書いた、この、デザインっていうか、なんつうの、この編み図ね。編み図の分は、編み終わりました。で、最後にね、ここ。ここで、ここで止めるときは、一段、細編みを入れて終了します。 その方がね、収まりがいいんで、じゃあ細編みを一段入れてき、細編み？筋編み、ス <laughs> 編みです。筋編みを一段入れていきます。細編みでもね、いいとは思うんですよ。うん、う好みだと思います。とにかく細編みか筋編みをしとけば、なんとなく編み編み編み地がこう最後落ち着く感じね、こういう感じで。 じゃあ端っこままでで編んできますはいじゃあ最後の細編みね細編みで編んでおっと1つ抜いてはいはいこれで今回の工程はねこんな感じでとりあえず一応終了ということですで前回もやったんですけれどもねこの糸これがねほらこっち行っちゃってでしょ全部こうやってこれをね1つずつ こうかなとでこう見た時にトッ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 と斜めちょい斜めにこうやって走ってる一本の筋これねこっちから見た時は最初に鎖編みなんの立ち上げて鎖編みで取ったこっち側のここねここからこの糸を抜いてあげます。ね。そうすると真横に くるんで、ね、こうやってこうやって全部抜いてあげますこっち側にね。でほらこうするとね後ろにいってたやつがこう横に出てくるんでじゃあこれをねあの全部やっていこうと思います。 というわけで、出来上がりました。ね。こっちも全部横に出して、ね。こういう感じで。どうしてもここがクリーンってなるけどね。いつもね。はい。こんな感じで今回のね、この、あの、編み図から。こちらの方が出来上がりました。あの、パターン2みたいに、あの、こう、2本だけ入ってるのもね、こう、シンプルでいいんだけれども、まあ、こうやって全面に入れるのもね、なんか大きなものを編むときにね、こういったものをね、こう何て言うの、あの、結構な幅取っていくやつ、こういうのね。 こういうの使ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。いかがでしたでしょうか。というわけで、えー、今回はね、第3弾ということで、こうやって、ギガ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 ってもう、毎回言い方が違うけどさ、ガクガクガクとかさ、ガクガクガクとか言い方が違うけど、ね、こういったこういう、なんていうのかな、山あり谷ありみたいなね、なんか苦労したみたいな感じに聞こえるけど、ね、こういう山あり谷ありのこういうね、こういう、なんていうの、編み方。ね、これも、えっ、ー、と、結局は、 この、ここのね、ちょっと被せるところは、長編みで被せるところはあるものの、結局はこの4つ、ね、4段を同じことを繰り返してるだけなので、そんなに難しくありませんよっていう話ですんで、はい。じゃあぜひ皆さんこれも、えっ、ー、と、挑戦してみてください。そして、もし、あの、なんかね、作るときにね、なんかちょっと使いたいな、この柄と思ったら、まあ,あの、参考にしてみてください。ということで、えっ、ー、と、続いて、あの、あの、フリータイムに、 流れたいという言いとう方はそのまま、はいでえー、とフリータイムはいらないよということはここまでということでじゃあ、えー、とここまでご覧いただきましてどうもありがとうございましたじゃあ近いうちに皆さんまたお会いしましょうさよならはいで何段目だ今 123456789101112131415161717段目はい17段目ででやっていくのは12でここを下ろすしょう真ん中を下ろしてで123で下ろして はいじゃあ3一だねここはねはいよ。というわけでねでねだからね今日はね何を話そうかと思ったかちとねいや前回もね前回っていうか前にもねちょろっと話したと思うんだけどさほら多様化の話多様化の話ねねねあれがさほらこの前ミスコンがなくなったって話したでしょ でさその時にさ小学校とかねさあのかけっこのことあれをね思い出しましたってコメント書いてくれた方がいたんですよでね実はあの時ねそんな話もしたんですよでもね時間の都合上都合上ね消しちゃったわけ、うん、今回もだから急いで話すけどさでだから前にもね話すことあるような気がするんだけどかけっこさみんな1ってさどうしてあんなのあなったのかって話でさでさ当時はまだ 今みたいな多様性なんて言葉は使われてなかった気がするんだけど要はね同じことだと思うわけよ結局ねミスコンやめてさ綺麗な人を目立たなくなさせるっていうことじゃんやってることはさ結局さき綺麗な人がさ目立つのが許せないのかなんか知らんけどもでもかけっこも同じでしょだって運動会なんてさ子供もの人はだいぶっすよでもさそこでさうちの子遅いからいつもビリケツでかわいそうってさみんなの前で恥かかされてかわいそうってさかけっこ遅い子もいるんだからそういう子たちが嫌な思いしないように順位なんてつけないでよ ってことなわけでしょ私はそう捉えてんだけどさでもさそれってさ「遅い子もいるんだからその,こともその子のことも尊重してあげて」ってさやってることってさ早い子をさわざわざ遅い子のさ能力の方に合わせてるってことでしょつまりさそれってさ早い子の能力を認めてないってことじゃんねえ多様性だよねねえ <laughs> いろんな子がいていていいわけでしょだってつまりかけっこが早い子がいてもいいわけでしょまずさ多様性ってさ かけっこが得意な子もいてお勉強が得意な子もいて鉄棒が得意な子もいて読書が大好きで人の何倍も本を読む子がいて、ね、絵を描くのが得意な子もいて、ね、お習字が得意な子がいて歌も、ね、上手に歌う子がいてでそういういろんな子がいるってことをさ認めるってことでしょ、ね、各個人のさ能力それぞれの能力があってそこを認めずくってことじゃないの だけどさこのかけっこでさ言ってることはさ結局かけっこってさ一つの例なんだけどその一つのさ分野の中でさ不得意な子はかわいそうだからみんなを同じレベルにしようってさ要はさ得意な方ね早い方に合わせらんないから不得意な遅い方に合わせようってことじゃんだってね得意な子もさ不得意な子もいるっていうのをさ結局認めてないよねそこでね。うん、でさそんなことばかりやってると相対的にさその分野での進歩ってなくなるよね。 だってさ、均一化してさ得意とするはずの人の目をさ積むってことになるじゃんだってそれって。でも得て増えてがあるってことよりももうもうだからこういうさかけっこの話とかになるとさもうさ注目すべきなのはっていうかさ私が注目すんのはねそういうさ「うちの子がかわいそう」っていうさ親とかさおじいちゃんおばあちゃんとか知んないけどでもそういうことを言う人の方だと思うわけよ。ね。そっちの方に注目しなきゃやっぱりいけなくってね。 恥かかされてかわいそうってさそういった価値観を持ってるのは誰ですかねかけっこ遅いとかわいそうなのね運動会でさビリッケツだったらさそれ恥かかされてることになるのそう思ってんのはさそういうこと言ってるさ例えば母親だったりさそういうことだよねだってねまあここで母親ってことにしますわじゃあね。 かけっこが遅いい子はかわわそうだと思ってるわけよ、ね、言ってることわかるかなだからさ「かけっこが遅い子ってかわいそうなんですか?」っていうことかけっこで順位をつけられるのが嫌ってさ順位をつけられることにさ何の意味があるのその人にとって。だってさその順位ってさただ単にその分野で得意かどうかあくまでもさかけっこが得意かどうかってことだけでしょだって。たまたまオタクの子供はさかけっこ得意じゃないかもしんないけどさでもそれ以上に何があんの だってその子はさ、別にかけっこ遅くたってさ他のことで得意なことあるかもしれないじゃないのだけどなんでかけっこよねつまりその子にとっての不得意なことになんでこだわるのもっとさ子供が得意なことにこだわればいいじゃないのかけっこができなくても適宗ができだったらそっちで一番になりなさいって言ってあげればいいじゃんね絵が上手なんだったらそっちで頑張れとかさ 本読むのが好きな子ならさ他の子よりもいっぱい本読んでさいろいろ物知りになってさほいでねなりなさいっつってねいっぱい本買ってあげればいいじゃないの手先が器用だったらさね編み物が得意ならさ編み物をいっぱいできるようにさけでいっぱい買ってあげればいいじゃないのつかさ私がこ買ってほしいんだけど <laughs> なんみんなもそうだと思うけど <laughs> ねお勉強が得意だったらそっち伸ばしてあげればいいじゃないのなんでかけっこが遅いとかわいそうなのねえ かけっこが遅いとかわいそうって誰の価値観ですかその母親でしょかけっこ遅い子はかわいそうな子なんだって母親がそう思ってるってことでしょ私はかけっこ早かったですよ。クラスでさ1番ではないけど徒競走したらさうちの学校は6クラスだったから6人で走るんだけどまあだいたい1番か2番ですわ。ね三3番っていうのはめったにないですよ。でもさマラソンはむっちゃ遅かったよ。学年でもビリに近いぐらい遅かった。マラソンってやったからね。 でもさ遅いから嫌いなんじゃなくてマラソンそのものが嫌いだったのよだからさ遅くても全然気にならなかったわよだってだって自分が遅いって認めてるからさそしてさ短距離早かったからそれでいいと思ってたからね球技だってそうよだってねねちっちゃい時はさバスケットボールさ大好きで得意だったけどさバレーボール全然ダメでしたよ、うん、スカッシュは大好きだけどテニスはさホームランばっかでさ球をコートに入れることすらできませんよ私は うちの家人はさほらテニスができるからねだから私に球はちゃんと返してくれるんだけどさでもさ私が打った球をさ歌人はさ一生懸命追いかけてましたよあっちこっちあっちこっちね私の何倍もの運動量ですわうんまあそんなことはどうでもいいけどでもねそれでもいいと思ってましたよだってさ得手増え手があんのよね,んねいくらさ友達とさテニスやってみたところでさ全然うまくならないよ私なんかほんとにでも無理なんだよだからうんでも別にそれでいいと思ってるわよねでもさ何でかけこはされてさみんな一緒って さそうやって一番ってやりたいかってさ結局さ目立つからでしょ運動会のメイン競技の一つだよね徒競走ってさそこでさ自分の子供が大勢の前でビリッケツでさ惨めだとね感じちゃうのがそれが本心じゃないの子供がかわいそうって子供を理由にしてさ本当はさそんな子供の母親である自分が惨めだと思ってませんかってことよ。ね足の遅い我が子のことをさ受け入れてないんじゃないのお母さんが。 だって受け入れしたらさうちの子は遅いけどでもさ他の分野で得意なことがあるからさかけっこなんてどうでもいいわよって思えるっしょ子供が子供がって言うけどさこのビリッケツの子供の親が私だなんてって思ってませんかなんでビリじゃダメなのさねえ生きてく上でさ何の問題があるのそれはさ早い子はさそっちの道に進んでさ陸上選手なり何な,なりになったオリンピックに出るかもしんないけどさ遅い子はさもうさそっちに行かないんだからさ何の影響があるの生きてく上でそれはさ 例えばさ、ライオンに追っかけられてさ、遅い子は食われちゃうかもしれないっていうのはあっかもしんないけど、そんなこと起こるわけないじゃないの。だって、サバンナで生きてるわけじゃないし、大事なのは、どうやってこの子がさ、ね、この子がね、多様性っつったら、ね、いろんな人がだよね、自分の人生をさ、幸せに過ごせるかでしょ。かけっこが遅くだっていいじゃないの。ね私はたまたま早かったけど、遅い子をかわいそうだなと思ったことないわ。たまたま私が早いだけで、でもそれだけじゃんだって。誰が遅いかなんてどうでもいい。 誰がが早いかの方が大事でさささささやっぱりさ <laughs> でで確かににクラス全体リレーの時はさ順番にさ気使うわなそれはなそ、うん、も、まあ、まあちょっとそうね全体リレーの話はちょっとネタが一つあるんでこれそのうちあの語ると思うけど、うん、でもさ結局さそういう目立つ場所でね運動会っていうさ目立つ場所で自分の子がさ脚光を浴びれないのはかわいそうってことでしょひっくり返せば。ね運動会で脚光を浴びないとかわいそうって誰の価値観よ。 お母さんの価値観でしょだからさミスコンも同じことじゃんだって美しさで勝ってる子がさ目立つミスコンで優勝とかして脚光浴びてさそういうの何が悪いの、うん、綺麗な子はさ綺麗な子でどんどん美しくなってそっちで自分の人生切り開けばいいじゃないのさでもさそういうの全部なくしてさかけっこ早くて目立つ子たちをさ目立たせないようにしてさねそうすりゃさ目立たない自分の子がさ目立たないから目立たなくてもいいようにねうん早い子がいて自分の子が遅いっていうのをさ 目のの当たりにしちちゃゃううとさ自分の子がさ遅いっって立わけだから多様性って言葉を利用してさね、綺麗な人をさそういう表舞台に立たせないようにしてさ綺麗じゃない自分との差をさ目の当たりにしなくていいようにさねそういうことなんじゃないの多様性なんて言いながらさやってることはさ自分がそこでは輝けないから輝いてる人を見ると自分が劣ってると感じさせられるからだからやめろって言ってんじゃないの 踊ってる自分をさ認めるのが嫌だからその差を目の当たりにしなくて済むようにそんな惨めな自分を見なくて済むようにいやそそうそう自分が劣ってるとか惨めとかさそういうさあのー、そういう感覚を持ってることっていうのかなそういうところがもう,もう問題なんだけど実はねうんまあそれはまた別の話になるからまあおいおいねうんでもさ実際さ自分自身でさその自分を認められない自分がさその嫌いな自分をさ見たくないからさうん。 だからさ、多様性って言葉の定義は間違ってんだわ多様性を認めるならさ何でもやればいいじゃないのだって各分野でさ秀でた力のある子がさ伸びていくようにさいろいろな分野でそれぞれ力をさ伸ばせるように堂々と生きていけるようになんかそういった環境をつる作ることがさ多様性を認めてみんなが生き生きとさ何だえっと何強制しながら何だハッピーってさそれが目的なんじゃないのでもさやってること全然逆だよねだって秀でたさ能力を潰してさ均一化して ね、劣等感を持つ人がそこを刺激されないように能力をある人をねその土俵に乗せないようにさ足引っ張ってるってことじゃんね出る杭を打って多様性って声高に叫ぶ人たちのさ行く先はさ結局さ全体主義よ全体主義の世界でね多様性なんて一切認めない、ね、全体主義のさ均一なのっぺりとした世界ですよ、ね、でコンプレックスってさそこにさ認めたくない自分がいるからコンプレックスになるわけでしょ でもさ、それを受け入れたらさねここがダメだっていう自分をさそこを自分で受け入れてさでもダメでもいいじゃん私って受け入れたらさコンプレックスじゃなくなるわけよというよりもさ気にならなくなるのよ全然ね私はさそうだなうーんとなんだ学校でね社会の成績めっちゃ悪かったよ他の教科に比べてじゃあさ私はさそんな私がかわいそうだからねそんなね社会に の成績が悪い私がいるんだからそれを私みんな認めてくださいよってねかわいそうだからみんな社会の点数50点にしてよってさいや50点だったかどうか覚えてないけどさそこまで低くなかったと思うけどそれとでも同じことじゃんだってみんな私のレベルに合わせてよって言ってるのと同じことじゃんねみんな平等なんだからさってさだからさ結局みんな平等にってさ平等の意味もさ履き違えてるわけよね彼らの言う平等ってさ結局さ結果の平等であってさでもそれは本当の平等じゃないじゃん 平等っていうのはさみんな平等にチャンスがあってさ文句はみんなに開かれてますよかけっこだって同じスタートで同じ瞬間にみんなスタートしますよってことでしょだってそれが平等のチャンスじゃない与えられたねそこでの差別もいけないしねそれこそね多様性うことでいろんな方法でその道を通れる条件があってねでもそこを通ったらあとは本人の能力次第よだからスタート切ったらあとは本人の能力次第よ能力がさそれぞれ違うんだからさ結果が平等になるわけないじゃないのっちうわけでさ 私はね、多様性多様性とね今ねこわらかに叫ぶ人たちに、ね、問いかけたいっすよ。ね。多様性って言葉の定義は何ですかね。いろんな分野でみんなが活躍すればいいそういうことではないのですかね。一つの分野で得手不得手に固執してさ、ね、不得意な子がいるから配慮しろってさそれが多様性を認めろってことですか配慮しろってことはさすでに平等じゃないよねそこでね。矛盾してんだよ結果に平等を求める人っつのはね。 だからさ既にさ入り口で下駄履かせて特別多めに見てやれって言ってるんだってねそういうことじゃないの。ねというわけでねえー、とねまあ平等っち話も出てきたからねこの続きはまたいつかねその結果平等と機械平等っていうその履き違いだよね平等って言葉のねそのことねまた話をしようかなと思ったんで思ってるんででえっ、ー、とまたね長くなっちゃったからねうんだからなんか中途半端な感じはするけども。 えーとまあ、最後までお聞きいただいた皆さん本当にどうもありがとうございましたあのおしゃべりだけじゃなくね編み物にも精出して楽しみますんでねまた近いうちにお会いしましょうっちゅうことで、えー、と今回のフリータイムはここまでじゃねー